はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015続きをプレイしていきたいと思います。今日はヤクルトとの2連戦ですね、お届けしていきたいと思います。その前に MVP ですね、月間 MVP は投手部門、セリーグは菅野。そして野手部門は由伸、久しぶりだな。パリーグの方は則本と内川ですね。唐突だな、可愛いけど。ファンが76人も増えるんだ今の。さあ、今日のヤクルトの先発はエース小川ですね。ストレート150キロ、カットボールにフォーク、サークルチェンジドロップカーブとツーシームスライダースピットですね。もう何度も対戦しているピッチャーではありますので、まあきっちりとね結果残していきたいと思います。好天に恵まれました。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの21回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずは1回の表、ヤクルトの攻撃からですね。山田かな、一番。まずはジャイアンツの先発、宇都宮、マウンドに上がりました。4点台に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか。よろしくないですね、10勝上げてますけど。小宮山さんが現役時代、投げやすい球場、投げにくい球場というのはあったんですか。広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのか。見逃し三振。まずは、宇都宮。先頭打者、山本、三振に切って取りました。その裏の攻撃、ジャイアンツは3番高橋登場します。バッター、ワンアウトランナー1塁で現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ワンアウトランナー1塁です。先発ピッチャー小川、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。内角に外れてツーボールワンストライク。牽制の上手いピッチャーですからランナーは要注意ですね。そうですね。135キロストレート。次は臭いところを打っていかなければいけませんね。そんなに厳しいボールではなかったんですけどね。インコースのボールに重点を置いてます感じになるでしょうね。打ちました。これはゲッツーになるか。2塁アウト。よっしゃー、危ない危ない。まあ、よっしゃーっていうんでもないですけども、最悪のゲッツーが免れた形。打順は4番阿部。前回のゲームは見事なホームランを放ちました。ゲッツー崩れでランナー残りました。今日の先発ピッチャーは小川、ここまで8勝をマークしています。外外れてボール、これで3ボール。厳しくなったか。3ボールワンストライクになって、ね、バッターを、ね、意識しすぎたかもしれません。これは140キロのストレート、際どいがフォアボールです。フォアボール、2塁1塁です。ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックスの長野、今シーズンの得点圏打率は2割8分2厘となっています。切れていきます、ファウル。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、引っ張った、あっと取れない。抜けた。3塁を回っていく。
三塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。先制ですね、ジャイアンツ先制です。ジャイアンツ1点を。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。果たして初回ジャイアンツは3点取ってますね。吉野の第2打席には2アウトランナー2塁2回の裏です。次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、期待していいと思いますよ。このチャンスに期待がかかる高橋がバッターボックスです。いいボールですね。そして146キロのストライクを先行させていきます。追い込みました。ここもファールです。では甘いボールでしたね。スプリットかな。これもファウル。サークルチェンジも甘いところでした。空振り。うわ、最後はキレのあるフォーク。今のフォークは落差もあってちょっと打ちづらいボールでしたね。バッターは3番高橋。ワンアウトになっています。初球大きく外れています。第3打席目4回の裏です。ワンアウトランナーなし。ここはもうここまで84球投げてますね。低いところへ決めてきました。うわー、甘いボールでしたね。スプリットかフォークか。ライト掴んで2アウト。ちょっと打ち上げてしまいました。まあ落差的に考えるとスプリットかなというボールでした。6回の裏ピッチャー石山に変わっています。バッターは高橋。今日はまだ当たりがありません。ストレートは149キロ出てます。ジャイアンツ攻撃が噛み合い大量リードで6回の攻撃に入りました。あとはフォークドロップカーブにシュートの縦のスライダーという石山。ここで点を入れておくとね、相手チームは絶好調だな。確かに絶好調同士の対決。最初は変化球できました。ボールになります。いや、今のよく見ましたね。ボール先行です。続けてカーブ。インコース決まりました。そしてストレートは149キロ。打ちました。これもダメか。取ったアウト。ここは送球が間に合っています。今日ここまでちょっといいところなしですが、まあ、ジャイアンツ自体は、このまま勝ちですね。吉野部はすでに試合から退いてます。ジャイアンツが見事勝利を収めました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある一勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや、大きいと思いますね。まあ、甘いボールもあったんですけどね、ちょっと、まあ、打ち損じてしまった。結果4打席のヒットと。その他の試合の結果はご覧の通りですね。 DeNA と広島がセントラルでは勝てます。パシフィック、パリーグの方はマリーンズ、楽天、そしてソフトバンクが勝ってます。さあ、第2戦に入っていきましょう。沢村と成瀬の投げ合いです。まあ、成瀬もね、もう何度も対戦してるピッチャーですね。前の試合で、ちょっとね、吉野部4打席ノーヒットということで結果残せませんでしたけども、成瀬は前回の対戦でホームラン打ってるし、いいイメージあるんで、ヒット1本ホームラン1本打っていきたいと思います。あとちょっと見忘れちゃいましたけど、成瀬の調子がどうかというところですね。もし成瀬の調子が悪ければ、よく晴れた天気になりました。広がってくるかなと。セリーグ公式戦、まずは1回の表ヤクルトの攻撃。1番バッターは山田かなというところですね。小宮山さん、そうですね、山田立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。
そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がって手探り。2球目打ちました。この当たりはどうか。これはワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。沢村もなんかちょっとプリッとしないんですよね。先制点を取られてますね。1回の表ヤクルトは1点先制。その裏ジャイアンツの攻撃は高橋由伸、ワンアウトランナー一塁。ナルサも絶好調か。ホームランは48本、セリーグのホームランダービートップです。さあそしてナルセ、今日白星がつけばプロ入り通算100勝目、記念の勝利となります。ランナー動きませんね。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。ここも牽制、一塁はセーフ。一塁牽制セーフ。3球続けて牽制、だいぶ警戒してるな。一塁ランナーはそのままです。まあ肩が強いキャッチャーですから、ここは走りにくいでしょうね。あ、そうですね。ボールワンストライクか。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。これで見事に盗塁を決めた場面です。いや本当足早いですからね。もうスタート来た瞬間セーフかなっていうぐらいのすごいタイミングだな。この片岡、実は足はそこまで速くないんですよね。はい、足の速さだけなら他には速い選手はいますけど、だいたい盗塁ができる選手っていうのは。これボールですね。このボールは外れてフォアボール。これでワンアウトランナー二塁一塁になりました。内から入りました。うん、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。うん、なるほど、そうですか。盤面の1からの3球目はスライダーが外れて、バッターの阿部今シーズン得点圏に逃げ持っていった。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。わあ、一塁ランナーストップしてんのか今のあたりで。二塁タッチはアウト。ツーアウトランナー三塁一塁。いやちょっとすいません、走塁のミスが出てしまいました。走塁のミスはバッティングで返す。打順は3番高橋、前の打席ではフォアボールを選んでいます。フォアボールのランナーが出ています。一塁はセーフ。ここはまた一塁片岡ですね。うん、ランナー動きませんね。外してきました、はい、もう一球牽制球セーフ。さっき走られてますからね、片岡に。一塁牽制、一塁はセーフ。ヤクルトバッテリーは警戒してきますよね。うん、ランナー動いてきませんね。西さん、このカウントでランナーがスタートするということはありますか。ランナースタート、よく見極めました。これでフォアボール、2打席連続フォアボール。そしてノーアウトランナー二塁一塁で、あれです、ファールゾーン切れそうです。スタンドに入ります。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、変化球抜けた、セカンドランナー帰れば同点。中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン。ジャイアンツこれで同点で、期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。このバッターね、ここ一番という状況で結果出してますからね。ここで追いつきました。この後どんな展開を見せるんでしょうか。なおノーアウトランナー三塁一塁で長野、外へ持っていきましたが入りません。うん、振り遅れてますね。うん、そうですね。変化球打った、ショートの右掴んだ、二塁アウト、アウト、ダブルプレー。勝ち越しをしてもらいます。ダブルプレーの間に勝ち越しです。試合の方はさらにジャイアンツが1点取って2点リードしているという場面で、吉野が第3打席の5回の裏です。この試合展開をどうご覧になりますか。まあ緊張感のある、ね、いい試合ですね。ピッチャー両投手も頑張ってますよ。そうですよね。打ちました、これはどうか。センター抜けました。これは直球ですね、センター前。これが今シーズン150本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。
ピッチャーは繋がらなかったですね。変わってますね。ただ次はショート、そしてワンアウトランナー二塁か。ここはチームとしても期待がかかりますね。はい、その期待のかかる高橋が打席に入っています。もう一本ヒット打っておきたい。釣り球、しかし誘いには乗りません。ストライク入りません。来ないか。打ちました。あ、山田一塁送球、アウト、ツーアウト。甘いボールではツーアウトランナー三塁と変わっています。一回回ってこないですね。試合の方はジャイアンツがそのまま勝利をしたというゲームになりました。最後は町さんが締めて、西さん非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんです。吉野部の方はあれかな、2打数1安打2四死球かな。その他の試合会場の結果は、セントラル、セリーグの方が DeNA、あと広島ですね。パリーグの方がマリーンズ、楽天、ソフトバンク。これ昨日と同じかな。試合結果になってますね。で、セリーグの方はジャイアンツがマジック13で2位のカープと 5.5 ゲーム差。パリーグの方が首位オリックスですね、2位のファイターズと7ゲーム差というところです。でクライマックスシリーズ圏内の3位圏内にいるのがドラゴンズと楽天です。まあ、それぞれ2ゲーム、まあ、セリーグの 1.5 ゲーム差で、ヤクルトが追いかけると。一方パリーグの方はソフトバンクが2ゲーム差で追いかけるという展開になってます。まあ、リアルプロ野球とちょっとだいぶ違いますけども、ここではこういう結果になっています。はい、というわけで、今回はヤクルトとの2連戦ですね、21回戦と22回戦をお届けしました。次回は DeNA との3連戦をお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまで。